吉田和則は、日本のプロレスラー。イーグルプロレス代表。ベルト姿の吉田和則1992年7月13日、対、金村幸弘戦にてデビュー。金村のキックが顔面を直撃し、眼底部を骨折してしまう。散々なデビュー戦で、プロレスラーとして活躍する夢が折れかかった吉田に、観客であった一人の車椅子に乗った少年の言葉。 やられてもやられても立ち向かっていく姿に勇気をもらいましたと言葉をかけられ感銘を受けた吉田は、俺みたいな敗者でも、この子たちに夢と勇気を与えることができるのではと思い地元である、栃木県小山市の協力を得て、ビッグ、石川や、イーグルソルジャーらとアマチュア団体である、格闘技団体イーグルを立ち上げ、県内の様々な施設を慰問し試合を行っていく。 島田博士、木村光一郎との出会いから、チームウルフに合流した吉田。そんな中、金村さんと同じリングに上がってもう一度試合をしたい。そのためにイーグルをプロ団体にしたいという心が芽生えた吉田は格闘技、団体イーグルをプロ化するために、島田の助力を求める。島田は、イーグルをプロ化するにはまず道場を建て、そこで2年間鍛錬し、できるようだったら、 プロレス団体を名乗りなさいと選手兼コーチとして賛同する。栃木県小山市内に道場を建て、島田の合格点をもらった吉田らは1999年9月5日、小山市文化センター小ーホールにてイーグルプロレスを旗揚げした。代名詞でもあるスワンダイブ式の格攻撃は小山で見たサーカスの工業から空中ブランコなどで華麗に宙を舞う団員の姿を 見てひらめいた。トランポリンを使った攻撃もここからのヒント。日本一のローカルインディー団体に輝いたイーグルプロレスリングフリーダムズが主催したプロレス戦国時代軍雄割挙その一に出場したイーグル勢。その攻防に湧いた館内の反応にもっとイーグルの試合を全国に広めたいと感じた吉田。同年12月27日に開催された プロレス戦国時代軍遊滑巨その2区に、別対抗殿下分け目の3、人衆国トリカス戦トーナメントに、近藤博之、そしてデビューしたてのか取り大とのトリオでエントリー。準決勝で、琉球ドラゴンプロレスに敗れたものの、またも、観客の支持を得る。そして2019年1月15日の、プロレス戦国時代軍遊滑巨その4、ふるさと祭り東京日本の祭り。 故郷の味にて、琉球ドラゴンプロレスへのリベンジを果たし、見事ローカルインディー団体日本一の栄誉を勝ち取った。2020年1月14日、プロレス戦国時代軍有格挙その後にて、ダブプロレスを破り登り旗を防衛。セパレートエイズ・ジャーニー通常のものや、コーナースローされた際に逆襲で使う三角飛び式、花道を全力疾走し、トランポリンを使って放つものもある。 タックマッチ限定。コーナー最上段にトランポリンを設置し、そこから放つミサイルキック。対戦相手をコーナー最上段に立たせて放つ、スーパーフランケンシュタイナーはシングル第1番で見せる。タック限定でパートナーがコーナーで肩車した相手に放つ場合、キダム式、フランケンシュタイナーとなる。中西百獣の桃ラッチと同型。二千十九年二月十四日。 イーグル小山大会にて初披露。エメラルドフロージョンと同型。ここ最近は使用していないが、大一番で使っていた、フィニッシュホールド。栃木の英雄生誕20周年は地元、小山にて、吉田和則は夢を与えるために今日も飛翔する。npn.co.jp。2020年10月31日閲覧。小柳あき子。地方物産展のプロレス版も、 存在感際立つ地元プロレス団体、アイラ。アイラドット、2020年11月1日閲覧。東京ドームにローカルプロレス団体が大集合。栃木代表のイーグルプロレスが全国制覇し、地元のファンに恩返しができたと涙。バトルニュース。2020年10月31日閲覧。プロレス大会で初の頂点小山のイーグルプロレス地域の話題。 県内主要、スポーツ下付新聞、スーニュース下付新聞スーン。下付新聞スーン。2020年10月31日、閲覧。東京ドーム大会のメインイベントで勝利した栃木県、代表、イーグルプロレスが天下を統一。台風19号の被害と戦うファンのために絶対に、勝ちたかった。バトルニュース。2020年10月31日閲覧。 ありがとうございます。